二人パパシューラ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。スウェーデンの6月の風物詩、とある高校生の卒業式に密着。高校最後の思い出作り、はしゃいで踊ってお祭り騒ぎ、街全体が大盛り上がり。でも大人の階段最後の一段を見届けるのはやっぱり愛する家族たち。アットホームな夏のパーティーもお伝えします。そしてみつパパがダッシュするその訳とは、最後までゆっくりお楽しみください。それでは行きましょう。二人パパの密着、スウェーデンの成人式、ある高校生の卒業式。この日は6月10日。すっかり夏らしい最高の天気で、スウェーデンではこの時期に行われる高校の卒業式にお邪魔しようというところです。まず僕らがやってきたのはこちらのお店。すごい、みんな風船持ってるね。スウェーデンでは卒業式のためにいろいろな準備をするんですが、シャンパンコーナーがある。高校の卒業式にシャンパン、その理由は後ほどお伝えします。エクサーメン、エクサーメンという言葉が卒業、あんまりもともとはエグザムの試験だから、卒業試験っていうところから来てんだよね、きっと。そして目的地まで歩いていると、あー、そこだ。人が集まっているこちらは我が町ルレオの高校。お、いや、みつパパ誰か見つけたみたい。実は今回息子くんが通っていた幼稚園の先生、王さんの娘さんのアグネスがこの日卒業を迎えるということで、ご好意でその一日を密着させてもらうことに。Vad bra! Ja, det är kul. Det här är lite av de som kommer att vara med ikväll. Det här är många. Hej, hej! Oj, vad så många! Ja, men vi blir fler. Ja, vad bra! あれをみんなが出てきたら、ぬいぐるみのネックレスみたいなやつをかけるんだって。あとみんなお花を用意して、入り口から学生がバーって出てきたら、それで迎え入れるっていう感じ。式を終えた卒業生たちはクラスごとに決められた時間に合わせ校舎から出てくることになっているんですが、卒業生を待っている間にここで問題。家族が卒業生に向けて掲げているこちらのプラカード、一体何が書いてあるのでしょうか。つい先日放送された朝の情報番組「THE TIME」を見た方はもうお分かりですね。二人パパ来た来た来たということで、正解はと思ったら、あ、もうアグネスが出てくる時間、僕らも前の方で待機しなきゃ。いよいよ卒業生の登場です。待ちに待ったこの瞬間、クラスのみんなが学校から一斉に飛び出し、それを家族が見守ります。高校3年間それぞれ成長し、みんなで迎えたこの日、見ているだけで高揚感が押し寄せ、こちらまで嬉しい気持ちになりました。そして先ほどの質問の答えがこちら。もうお分かりですね。保護者が掲げるプラカードの正体は卒業生の小さい頃の写真でした。そうなんです。スウェーデンでは卒業式の日に家族が卒業生にプラカードをプレゼントする伝統があります。こちらはリカパッパの実家の押し入れ。なんとリカパッパのプラカードも大事に保管してありましたよ。スウェーデンの卒業式には欠かせないプラカード。写真は卒業生本人ではなく、家族が選んだお気に入りの写真ということで、卒業シーズンには注文されたプラカードがお店で並んだりもします。でも卒業式当日まで本人にはシークレットみたいですよ。卒業生はこのプラカードを掲げる家族のもとへ行き、先ほど用意したプレゼントやお花、こちらのプラカードを渡します。ここスウェーデンでは高校の卒業式への思い入れはとても強く、お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんもみんなそれぞれの思い出話があるくらい。次のクラスが出てくるため少し横に移動した僕たち。卒業生のアグネスのお祝いのために家族がたくさん集まっていました。横にいるアグネスのお兄さんはコロナ禍の2020年に高校を卒業。ほとんどお祝いらしいことができなかったみたい。でも今年は3年ぶりの規制がない卒業式、そしてこの晴天ということで、家族にこんなに祝福されるアグネスを見ていると、ミツパッパも感動と嬉しい気持ちで本当に胸がいっぱいになりました。はい、アグネス、トレビトレッパーセングラッティス。Hur känner du? Ja du. Hur känner du? Torr i mun. Torr i mun. Jag är jätteglad. Men okej, idag vaknade jag 5 och sen har vi varit på champagnefrukost. そう、これが先ほどのお店で見かけたシャンパンコーナーの正体。スウェーデンの卒業式の当日、朝学校に行く前に卒業生たちはシャンパンフルコストと呼ばれる朝食をクラスのみんなと一緒に食べるみたい。卒業生のどんちゃん騒ぎ。ミツパッパが現地レポートです。家族から祝福を受けた後は卒業パレード。この卒業パレード、舞台はルレオの街中ということで、ミツパッパ頑張って走っています。久しぶりにこんな走ったんだけど。なぜ走っているかというと、実は今回 TBS の朝の番組「THE TIME」で僕みっつんが特派員としてレポートを行いました。その様子は無事に放送され、僕自身とてもいい思い出になったのですが、テレビで入りきれなかった部分を皆さんにもシェアしたいと思ってこの動画を編集したのです。スウェーデンの高校の卒業式は日本の成人式くらい、もしくはそれ以上に大きなイベント。こちらでは制服がないため普段は私服で学校に通いますが、この日は特別。男女とも決まってこの白い学生帽をかぶり、女子学生の多くは白いドレス、男子学生はブレザーにネクタイ姿を選ぶことが多いようです。卒業生たちがフラックと呼ばれるトラックの荷台に乗るとパーティーの始まり。手作りの横断幕やデコレーション、スピーカーも準備されていて、お酒を片手に街中を駆け回り、お祝いのパレードを行うというもので、最初見た時は僕もかなりびっくりしましたが、あー、みんな青春真っただ中だなと少しほっこり見守りたい気持ちになりました。さあ、卒業パレードの後もパーティーはまだまだ続きますよ。アグネスの家族が開くパーティーを撮影させていただけるということで車を走らせます。到着したのはこちらの素敵なサマーハウス。お邪魔します。ハロハロ。いいね。ここは正確にはご自宅じゃなくてサマーハウスと呼ばれる別荘みたいなところ、別宅ですね。でも結構今日は23人ぐらい大人が集まってアグネスの卒業をお祝いするみたいです。時刻は午後4時。どんどんゲストが集まってきましたよ。そして僕もほんの少しだけお手伝い。今日はこの長いテーブルに大人23人と子供たちも数人座るみたいです。乾杯をするということで王さんが呼びに来てくれました。そうなんです。アグネスがもらったこちらの賞状にはその学科を首席で卒業したのでそれをたたえ奨学金を贈呈しますと書いてありました。彼女の3年間の努力、そして卒業にダブルで乾杯です。att vi låter de yngre barnen oftast få ta först. För de är oftast otåligast och vill inte sitta så länge. Ja, det förstår jag. Det är jättebra tror jag. Det är pastasallad. Är Agnes favorit från? Agnes har alltid gillat när vi har haft pastasallad om vi ska någonstans. Så tänker jag, men nu har hon önskat och då kör vi på det. Men det är så snäll att göra det, det lagar det. Ja, jag tänker det är ju roligt för studenten om hon får det hon gillar. Ja. Det är lite som hennes meny.スウェーデンではスモルゴスボードと呼ばれる、ブッフェスタイルの食事を取ることが多いので、特にパーティーの時はこうやってたくさんの料理が並びます。で今日はさっきお母さんの王さが言ってたんですけど、今日卒業したアグネスが子供の時に好きだったパスタサラダっていうのを思い出の品として作って、今日はたくさん出したみたいです。タクファートハウス。Och det är din favoritmat? Ja. Fortfarande? Ja. Okej. Pastasallad, korv och grillat. Ja, det förstår jag. Men hade du någon dröm? Min dröm är att plugga vidare. Okay. Tanken är ju att jag ska bli barnmorska. Okay. Så jag har ju sökt in till universitetet. Så hade du bra dag idag? Ja, och den är inte över än. Okej, precis. Det är mycket timmar kvar. 今回アグネスの家族に密着取材させていただいたことで、高校の卒業式が卒業生以外の家族や親戚にとっても大切なこと、なぜこんなにスウェーデン人が卒業式に思い入れがあるのかが分かった気がします。皆さんもぜひアグネスや王さんに知ってほしい日本の卒業式の伝統や忘れられない思い出などがあったら、ぜひコメント欄に書いていってくださいね。Ja, tack själv. Jättegrattis. Tack. Lycka till på livet i universitetet. Tack. Ska ni börja åka? Yes. Men tack så jättemycket. Hej då. Åsa, hej då. Grattis, grattis. Ha det bra ikväll. Hej då. Hej då.取材協力してくださった大沢やアグネス、家族の皆さんもありがとうございました。どうでした？すっごい楽しかった。なんかこんな楽しそうなことがあったら高校3年間頑張れそうな気がするよ。もちろん楽しいことばっかじゃないかもしれないけど、でもちょっと疑似体験ができて息子くんの準備ができたかもしれないです。もし息子くんが2人パパ家がまたずっとスウェーデンに住むんだったらの話だけどさあ帰りましょう。すごい美味しそう。